皆さんこんにちは。力添え TLC シーケンス講座へようこそ。今回はキーエンス PLC のラインナップと三菱メルセックシリーズとの比較を解説します。1990年代から PLC の業界に参入してきたキーエンスは様々な技術的進展を遂げてきました。現在彼らの主力製品として知られるのは KV8000 です。しかしこれだけではありません。キーエンスには他にもいくつかのシリーズが存在します。それではまずキーエンスの PLC ラインナップを見てみましょう。キーエンスの PLC ラインナップは KV シリーズに集約されており、サイズや用途に応じて4つのカテゴリーに分かれています。コンパクトブロックタイプの KV ナノ、小規模ビルディングタイプの KV ナノコネクター、中規模ビルディングタイプには KV3000、5000、5500、そして大規模ビルディングタイプとして KV7000、8000があります。三菱電機のメルセックシリーズのバリエーションの豊富さにはかないませんが、キーエンスの PLC のラインナップも一通り充実しており、どのような設備でも対応可能な状態になっています。続いて KV シリーズの各機種の特徴を詳しく見ていきます。 KV ナノはコンパクトブロックタイプの PLC です。現在オムロンはこのタイプの PLC から撤退しており、主要なメーカーとしては三菱とキーエンス、そしてパナソニックと富士電機がラインナップを持っています。このような小型の PLC の需要は高度な制御が求められる現代においてはそれほど高くはありませんが、小規模な自工具や検査ジグ、パーツフィーダーなどの単純な制御や過去のリレー板の置き換えとしてのニーズはまだ存在します。 KV なのでは基本ユニットによって IO 点数やプログラム容量が異なります。加えて2軸または3軸の1決めが内蔵されているため、小規模な搬送装置などの用途にも適しています。三菱電機メルセックシリーズでの同様のラインナップではメルセック F シリーズが挙げられます。メルセック F シリーズも非常に多くのバリエーションを揃えており、その中から KV ナノとの比較対象となるのは FX3G3U、 最新の IQ F シリーズでは FX5S5U あたりが同等の性能を持つ PLC と言えます。続いて小規模ビルディングタイプの KV ナノコネクターに移ります。これは小から中規模のスタンドアローン機械装置に適しています。組み立て装置や検査装置などの用途が考えられます。このモデルには3軸の1決め機能が内蔵されており、フィールドネットワークとしてはイーサネット IP のみをサポートしています。プログラム容量は32キロステップとなっており、これを超える規模のシステムには拡張性やコストパフォーマンスを考慮して KV7300 が推奨されます。同じカテゴリの三菱の PLC としてはメルセック F シリーズの FX3UC やメルセック IQ F シリーズの FX5UC が挙げられます。メルセックが最新の IQ プラットフォームを F シリーズにも展開し、このカテゴリにもそれなりに力を注いでいるのに対し、キーエンスが KV ナノシリーズにそれほど力を入れていないのは、上位の KV7000 や8000シリーズへの誘導が彼らの戦略であるためだと考えられます。 KV ナノシリーズとメルセック F シリーズ、 IQ F シリーズの主な機能や価格を比較する表を作成しました。キーエンスとしては KV ナノのブロックタイプやコネクタタイプとメルセック F シリーズの価格はほぼ同じですが、
メルセックの方が一部の機能で上回っています。特にプログラム容量は64キロステップと KV などの倍となっています。2012年から2013年頃に KV などがリリースされて以来、大きな変更は見られません。これはキーエンスがこのクラスに大きな投資や変更を行わず、より高性能な KV7000 や8000シリーズへとユーザーを誘導したいと考えていることの表れと言えるでしょう。さて、次に中規模ビルディングタイプの KV3000、5000、5500について触れていきます。これらのシリーズは中から大規模の工場や生産ラインの自動化に特化しており、多彩なモジュールや高度な通信機能を備えています。特に KV5500 は高速な処理能力と大容量のメモリを持ち、複雑なシーケンス制御や高度な位置決め制御が要求されるアプリケーションに適しています。このシリーズは2015年頃に KV7000 シリーズが登場するまでの主力機種でした。特にアナログ入出力、温度調節、位置決めモーション、通信、ネットワークといった各ユニットが充実しています。 KV5000、5500は260キロステップの大容量プログラムメモリを保有しており、大規模ライン制御からプラント、計算装置の制御までをカバーするオールラウンドなモデルとして位置づけられています。 KV5500 はイーサネット IP をサポートしており、キーエンス製の検査機器だけでなく、他メーカーの制御機器やアクチュエータにもプログラムを用いずに接続が可能です。またメカトロリンク2に対応した位置決めモーションユニットにより、サーボドライブと PLC の別々の制御設定が不要となり、PLC から直接サーボの各種設定や監視が行えるようになりました。三菱電機のメルセックシリーズと比較すると、メルセック L シリーズやメルセック Q シリーズが対抗馬として挙げられます。これらも中から大規模なシステムをターゲットにしており、最大1000キロステップまでのプログラム容量に対応しています。メルセックの中でもKV5000 と同等の260キロステップのプログラム容量を持つメルセック L シリーズの L26CPU、 そして KV5500 と比較対象となるメルセック Q シリーズの Q26UDEHCPU が存在します。機能的には互角ですが、リレー点数ではメルセックが劣る一方で、 Q26UDEH のファイルレジスタ点数は計算やプラント系を意識して多く設定されています。価格面で見ると Q シリーズは非常に高価です。このため KV5000、5500と同じ価格帯を目指して開発されたメルセック L シリーズも存在しますが、 L シリーズの普及は期待以下でした。はじめ三菱は L シリーズで Q シリーズのシーケンサ CPU シリーズを置き換える方針を示唆していましたが、その後すぐに IQ、R シリーズがリリースされ、これが Q シリーズの事実上の後継となりました。最後に、大規模ビルディングタイプの PLC、KV7000、8000シリーズについて触れます。このシリーズはキーエンスの最上位モデルとして位置づけられています。特に現在、KV8000 が最新モデルとして主力となっており、フルスペックでの拡張が可能です。このため、さまざまな機械設備やプラント、計算設備に適用可能です。KV8000 の特徴として、ドライブレコーダー機能が搭載されています。拡張ユニットのカメラを取り付けることで、設備の状態をカメラで監視することができ、設備の立ち上げや稼働時の監視が可能となっています。この機能はリリース当時、業界初のものでしたが、その後、三菱のメルセック、IQ、R シリーズでも、システムレコーダー機能が導入されました。KV7300、7500は KV8000 リリース後、機能限定モデルとして位置づけられました。
ドライブレコーダー機能が不要ならば KV7500、 またコスト面を重視する場合や旧モデルからの置き換えを考える場合には KV7300 が選択肢となります。三菱のメルセックシリーズと比較すると KV シリーズの利点が際立っています。特に旧シリーズはデバイス点数がデフォルトで少なく、大規模なプログラム作成時にデバイスの割り振りに苦労します。これに対し KV シリーズではデバイス点数については気にせずプログラムが作成できます。価格面でもメルセック旧シリーズや IQR シリーズは高価であり、同価格帯での KV7300 との比較では機能面で圧倒的に劣る印象があります。では最後に全体を通してまとめてみましょう。KV8000 は業界初のドライブレコーダー機能を持つなど、機能的には非常に優れています。この機能は後にメルセック、IQ、R シリーズにも導入されましたが、キーエンスが業界のトレンドをリードする形となりました。対照的にメルセックの旧シリーズはデバイス点数がデフォルトで少ないことが課題です。特に100キロステップを超える中大規模のプログラムを構築する際にデバイスの割り振りでの課題が顕著に出てくることもあります。メルセックシリーズはシステム用途に合わせた CPU ユニットや拡張ユニットが豊富に存在し、その点での拡張性は非常に高いと言えます。多種多様な用途や環境に合わせてカスタマイズが可能です。一方KV シリーズはデバイス点数に関して大きな制約が少ないことが特徴であり、システムの拡張やプログラムの作成が比較的容易である点は利点です。メルセック F シリーズやメルセック L シリーズと比較して KV シリーズとの価格差は大きくないものの、 Q シリーズや IQR シリーズとの比較ではメルセック側が高価格となっています。特に KV7300 と同じ価格帯の旧シリーズモデルではプログラム容量や機能面での制約が多く、 KV7300 のコストパフォーマンスが光ります。いかがでしたでしょうか。今回の比較からキーエンスの KV シリーズと三菱のメルセックシリーズはそれぞれ異なる特徴と強みを持っていることが明確になりました。 KV シリーズは機能面での優れた特徴やコストパフォーマンスに優れている一方、メルセックシリーズはシステムの拡張性やカスタマイズの自由度で勝っています。さまざまな設備の運用環境やニーズに合わせて最適な選択をすることが重要になります。またこの動画で紹介したそれぞれの PLC の価格はカタログ定価を記載していますが、実際の購入価格は購入先の商社、代理店等で異なる場合があります。実際の価格や詳細はお取引先の商社、代理店等で直接お確かめください。キーエンスの KV シリーズと三菱のメルセックシリーズの違いと特徴について理解いただけましたでしょうか。最適な PLC 選定の参考にしていただければ幸いです。次回の動画ではキーエンス PLC の拡張ユニットについて解説します。チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。